僕のタッグパートナーだった全日本プロレスの青木敦史選手が、事故で突然いなくなってしまいました。で、まあもちろんショックだったんですけども、ちょっと会いに行こうと思って会いに行ったらですね、まさにいいからやれっていう顔をしてまして、あ、大将ごめんなさいね、そうだよね、いいからやれだよね。俺は青木敦を誰よりも最高に愛してるから、またいつか遊んでくれ俺と。明日からまた行けるぞ。ハードヒット過去出られた選手とかでもいいのなら、そうですね、このトーナメントの参加が決まった時からずっと心の中で一人決めていて、元リンギスジャパンの永井光也選手と対戦できればいいなと思ってました。